日本東京都世田谷区世田谷地域、桜ヶ丘桜ヶ丘は、東京都世田谷区の町名である。現行行政地名は、桜ヶ丘1丁目から桜ヶ丘5丁目。郵便番号は156-0054。東京都世田谷区の地理的中央部に位置し、世田谷地域に属する。北で船橋、東で京道、桜、南東で鶴巻、南で上尾が。 西で、木ぬ北西で、地と世代に隣接する。一丁目の大部分は、東京農業大学である。旧、江原郡世田谷村。隣接する世田谷区桜に置かれた桜小学校に、関係がある。1922年9月、桜小学校の文校として、横根文教場が置かれる。1930年4月、横根文教場は、独立して、 第2桜神城小学校と改名。1941年、さらに、桜川丘国民学校に改名される。これに由来。小田急小田原線が北部を通り、北側に隣接する千歳船橋駅から徒歩で利用できる。また、東急田園都市線用賀駅からバスが利用できる。南辺を、東京都道3号世田谷町田線、西辺を、 東京都道311号環状8号線が通り、西南端の三本杉立橋交差点で交差する。2019年9月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。